オオカミくんとひよこちゃんの旅、始まり始まり。ある森の中にオオカミが住んでいました。オオカミくんはいつも一人ぼっちだったので、友達が欲しかったんです。ある日、オオカミくんが森の中を散歩していると、どこからか鳴き声が聞こえてきました。オオカミくんが鳴き声の聞こえる方に歩いていくと、ひよこちゃんが泣いていました。ひよこちゃんは泣いていたので、オオカミくんが近づいていって優しく言いました。どうして泣いているの？と聞くと、お母さんがいないの？と言いました。オオカミくんは、ひよこちゃん大丈夫だよ、僕が君の友達になるよ、そして一緒にお母さんを探そう、と言うと、ひよこちゃんは嬉しそうに笑って、オオカミくんと友達になりました。それから二人は一緒にひよこちゃんのお母さんを探しに行くことにしました。オオカミくんはひよこちゃんのことを守って、ひよこちゃんもオオカミくんのことを大切に思いました。ある日、ひよこちゃんはオオカミくんの尻尾をつついて遊んでいたら、オオカミくんは怒ってひよこちゃんに言いました。ひよこちゃん、それは痛かったよ。ひよこちゃんはオオカミくんが怒ったのでびっくりしました。ひよこちゃんはオオカミくんに謝ろうとしたら、突然キツネが現れてひよこちゃんを連れて行きました。キツネはオオカミから離れたらひよこを下ろし、私はキツネのキララよ、危ないところだったわね、と言われました。キララは、オオカミはとても危険で怖い動物なのよ、と言いました。オオカミくんはひよこちゃんが危ないと思って追いかけていて、すぐ近くの木の陰に隠れて話を聞いてしまったのです。オオカミくんは寂しい気持ちになり、帰ることにしました。やっとできた友達だったので、とても悲しくなってしまい、家に帰る途中でいっぱい泣きました。その頃、ひよこちゃんとキララは、ひよこちゃんはキララに、キララちゃん、それは違うよ、オオカミくんは私の友達だから怖くないよ、と伝えました。キララは、オオカミは怖いよ、と言いました。ひよこちゃんは、でもオオカミくんは優しいよ、と言いました。キララは、ひよこちゃんに、よかったらお友達になってよ、と言うと、ひよこちゃんはいいよ、と言い、キララとひよこちゃんは友達になりました。ひよこちゃんはキララに、私の家族を見てないかな、と聞くと、キララは見てないよ、と答えました。そしてオオカミくんと一緒にいた場所まで戻りましたが、オオカミくんはいませんでした。キララと探し回りましたが、オオカミくんは見当たらなく、暗くなってきたからひよこちゃんは昨日オオカミくんと一緒に過ごした場所に行きました。そこにもオオカミくんはいませんでした。オオカミくんは泣き疲れて、途中の道でそのまま寝てしまったのです。ひよこちゃんが朝起きても、まだオオカミくんは帰ってきません。心配になり探しに行きました。ひよこちゃんはオオカミくんを探しているとキララに会いました。キララが、おはよう、ひよこちゃん、と挨拶してくれたので、ひよこちゃんも、おはよう、キララちゃん、と挨拶しました。
そしてひよこは、オオカミくんがいなくなっちゃったんだ、とキララに言うと、キララは、それは大変だ、一緒に探しましょう、と言って、一緒に探すことにしました。ひよこちゃんとキララがオオカミくんを探していると、急に雨が降ってきました。雨が降ってきたので、反対岸にある洞窟で雨宿りしようと川を渡ることにしました。先にひよこちゃんが川を渡ることにしました。ひよこちゃんが川を渡っていたら、突然洪水が来てひよこちゃんは流されていきました。キララはどうしていいかわからず泣いていると、オオカミくんがやってきました。オオカミくんはキララに、どうしたの？と聞くと、キララは、ひよこちゃんが川に流されちゃったんだ、とオオカミくんに言いました。オオカミくんは、それは大変だ。一緒に探してくれる？と聞くと、キララは、一緒に探しましょう、と言ってくれました。キララは、私の名前はキララ。よろしくね、と自己紹介しました。オオカミくんは、よろしくね、と言いました。キララとオオカミくんが、ひよこちゃんを探しに川を下っていくと、ひよこちゃんがいました。ひよこちゃんは意識を失っていて、目を覚ましませんでした。キララは大声で泣きました。するとひよこちゃんが目を覚ましました。オオカミくんはひよこちゃんに、ひよこちゃん、大丈夫？と聞くとひよこちゃんは、大丈夫だよ、と言いました。そしてひよこちゃんはオオカミくんに、オオカミくん、昨日は痛い思いさせてごめんね。ちょっと楽しみたかっただけなんだ、と謝るとオオカミくんは、わかったよ、ひよこちゃん。でも、遊ぶときはちょっと気をつけてね、と言い、仲直りしました。暗くなってきたので、キララとはここでお別れしました。次の日、ひよこちゃんとオオカミくんは、また、ひよこちゃんのお母さん探しに行きました。キララとはここでお別れなので、キララはオオカミくんとひよこちゃんに、ひよこちゃん、お母さん見つかるといいね、オオカミくん、ひよこちゃんまた遊びに来てね、と言ってお見送りしてくれました。そしてオオカミくんとひよこちゃんは、ひよこちゃんのお母さんを探しに行くことにしました。ひよこちゃんは、オオカミくん、私お母さんに会えるかな？と不安そうに言ってきました。オオカミくんは、大丈夫だよ。僕がひよこちゃんのお母さんに会えるまで一緒に探すから、と言ってくれました。ひよこちゃんは、オオカミくんの言葉に元気をもらいました。そして、オオカミくんと一緒に旅ができたことを嬉しく思いました。続く。この物語は、フィクションであり、登場する団体、人物などの名称はすべて架空のものです。